本日はね、ヨトウムシなんですけどね、はい、ヨトウムシが、こっちはそんなにたくさんはいないんですけど、ちらほらいるんですよ。あ、止めて、止めて、動かないで、はい、でね、うんこだけはいっぱいあるんですよ、はい、ヨトウムシを今探してるんですけど、うん、でもね、ヨトウムシはね、歩いてくるんですね、はい、どこにいるのか、ここにいた。あ、これヨトウムシちゃうわ。こんにちは。どうも。岩崎です。ママです。やつは歩いてやってくる。はい。ですね、今日はね。誰だ？ほら、もうこれ、ここあかんじゃん、これ。ちょっとやられすぎました。なあ、うんこだけ残ってんねん。はい。おったおった。やつがいましたか？うん、ちっちゃいのな。はい。これ、ハスモンヨトウですね。ヨトウですね、あまり言うとしたくないわ。うん、ヨトウムシ。ここほら、この辺ボロボロやろ。なかなかにやられる。ああ、ここにおるわ。うん。あ、はい、結構もう。大きいね、それ。うん。あれよ、薬が効かないぐらいのお年頃になってきてるわ。そうね。何パパのものも、これはもうやられ倒してるな。そう、これな。ここ一番ひどいね。ね、うん。一生懸命こうやってな。はい、見つけては、こう、やっつけてはいるんやけど。はい。うん、でもな、ほら。うんこはあれど姿は見えず、犯人がいない。そう、はい、私はね、どこにいるか知ってるんですよ。はい、まあ、ちっちゃいやつはな、こうやってな、まあまあくっついたりしてるんだけど、はい、大物はこの根元に隠れてたり。根元、夜になったら出てくるからね。夜に盗むからヨトウムシですよ。なるほど。で、全然目かきもしてないけどなついでに目かきちょっとしようかなと思って、はい。あ、ほら、ちっちゃいのがこういうの折るたびに潰してんだけど、はい、まあ、これはラチが開かないんですね。キリないな。そう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 、これな、はい、あ、大きいのおるわ。発生源はね、はい、こいつなんですよ。こっちか。さつまいもやね。ほう、あ、ボロボロやね。なあ、まあ、さつまいもはな、このヨトウムシだけじゃないんやけど、うん、はい、まあ農薬もやってないしな。はい。で、こう、まあ、だから発生源はそっちで、うん、あ、こっちへテクテク歩いてくるんですよ。歩くんやな、うん、その場でとどまってくれたらええのに。そうそう、さつまいもだけ食ってたらええねん。そうそう、でもね、来るんですよ、うん、やっぱりね、バランスよくいろんなもの食べたいのかね。なんだそりゃ。ほら、葉っぱは同じやのに。な、で、ちょっとほらそっち行ってみようか。はい、よいしょ。ほら見てみ。おお、大きなおる。大きなおるやん。もうな、いっぱいおる。うわ、ほらほらほら、このな、いや、鶴の下に、はい、下に昼間は寝てるんですよ、はい、ほら、いっぱい出てくるやんな。うわ、発生源になってしもたから、はい、ここからテクテク歩いてお茶屋さんに来るわけですよ。なるほど。ほら、もうこれおるよ。うわ、もうでもな。うん、もういっぱいおるよ。うん。そんな、この中にもおるからな。そうやな。もうラッチあかんのよ、これ。うん。まあ、やらんよりはマシやけど。うん。バッタもおるしな。そう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 。うん。でも、この、ここの通路いっぱいおんねん。すごいね。な。ほら、おった。大きいよ。もうこれはもう 最終兵器段階やろ。でかいな。うん、ここまで大きなったらね、農薬効かへんからね。あ、もうかけてもね。うん。ほら。な。うん。まあ、こんな感じで、はい、ここから歩いてこっちへってこと。歩いてこっちにテクテク。うん。ほら、こっちはさ、はい、まあ、大きい強敵もおるけど、こっちは、そんなにおれへんよね。じゃがいもの方はね。うん。まあ、ある意味チャレンジャーなよ。はい。こういう何もないところへ来たらさ、まあ、人間に潰されたり、そうだね、虫の虫に食われたり、するわけよ。うん、ヨトウムシはさ、はい、卵を卵塊っていうんかな、うん、ガッて塊を打ってブワッていっぱい広がるよ、はい、それがね、
里芋の方を見れば分かると思うけど、はい、まあ、そんな感じでバッと集団で生まれるから、こんな1匹2匹おるわけないね。そうやな、うん、だからこっちで集団で生まれて、うん、こっちでテクテク歩いてきたんだと推測できるんですよ。なるほどね。でその様子はね、はい、夜に来たらすごくよく分かるんですよ。分かる、うん、ただね夜はね、あのビール飲んでもうパパが、ね、眠たいから来ません、はい、昼まで、はい、今ヨトウムシがいっぱいおる状態で、はい、ちょっと里芋見に行こうか。行こうか、うん、これも初物与党やな。ほら最終形や、里芋の葉っぱ、うん、ほらここいっぱいおるやろ、はい、もっとちっちゃい時うわってな。そうなのよ。あ、こんな感じ、こんな感じこれら食われてしもてんねん。そう、もうないのよ、うん、ほんでここにな、もうこの間入りたくないもん、うん、いっぱいおるやなな。いやね、あのあ、大きい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 、うん、そのパパの手の下。おお、これは違うな、スズメガやな。スズメガか。うん。まあどっちにしてもな、里芋もな、さつまいもももう農薬かけんのバカらしいやん、今さら。そうなのよ。な、だから掘ってるとそこが発生源となって、やつらはテクテク歩いて、まあもう基本なんでも食べるからな。そうね。だからもう里芋がもう飽きたら、例えば、あの向こうでも水なすに行ってるやろ。あ、そうやね。うん、もう実かじってるわ。そう。んでな、ここここ見てみ見てみ。ここ。株元。ここちょっと、こっち反対側やな。ちょっと引っ張り出すで。はい、うん、ほら。ああ、おるわ。このな、こういうところへ隠れてんのよ。ほんまやな。こういう木は、うん。で、あの、里芋なんかやと、こうやって上に出てる芋かじられたりするよ。ああ、確か穴開いてるな。うん。あとこういう葉っぱな、落ちてるとことかな。はいはいはい。そういうとこ隠れんね。で、夜になって出てくる。出てくるね。うん、で、特にな、あの、大きくなればなるほど昼間寝てんね。ちっちゃいのはこなしてな、いっぱいついてんね、うん、こんなとこへ。そうやな、もう表にな、うん、そうで夜になったら、はい、でかいのが出てくる。そう、真打ち登場みたいな感じやな。はい、はい、ちょっと戻ろうか、はい、うん、でまあさっきも言ったようにな、はい、このさつまいもとか里芋とか、うん、まあまだ生育中なわけよ。うん、でまあうちはほら結局は農薬使ってないからこういうことになって、はい、で隣のやつのところテクテク歩いたあのナスビとか、うん、このジャガイモとかがやられてしまうわけ、うんうん、でまあジャガイモにこれ何農薬撒いたところでまたテクテク歩いてくるから。そうだよね、一緒なのよ、うん、これいっぱいおるもんね。でこんなことになってしまうわけよな、はい、これなんかもう完全死亡やな。わかんな、うん、うん、まあ他はなまだな、ここら辺は広いけどな、うん、他のとこ大丈夫やからな、うん、まあ、豆にこうやって虫潰すしかないかなと思ってんだけど、はい、結局農薬撒いてもな、これ薬なくなったらまたテクテク歩いてくるからな。そうだよね、うん、だからまあああいう風に水を開けて、うん、ね、来ないようにするとかするぐらいで、 あとここね、青じそとかモロヘイヤ植わってたんやけど、この間ね、うん、ここはもうさっさと撤去したのよ、はい、だから夏野菜が終わったらさっさと片付けてああいう発生源にしないのが一番いいよね。うん、ここらはもう発生源にしない言うても隣がな、うん、まだ生育中だから、生育中やし、ここもだって7月に植え続けたから、うん、7、8、9、10まだ100日ぐらいやろ、うん、100日経ってるぐらいか、経ってないからさつまいもとしてはもうちょっと育てたいもんね。そうだよね、まだまだね、うん、でも葉っぱ切るわけにもいかんしね。そうなのよ、まあ、切ってもいいと思うけどな、多少は、うんうん、でもこんなもん持っておくれやろ。無理や無理やもう、うん、もうこうやってな、まあやっぱりな、虫的にもな、夜テクテク歩いてきても昼間はもうテクテク歩いたらすぐなんかな、はい、鳥やなんややられたらあかんから、うん、そんなに移動はしないけどな、うん、夜だけよ、はい、だからこうやってな昼間に見つけたら潰していくっていうのがね、うん、大事なんやけど、うん、こんなことばっかりしてられへんやんか、うん、俺も忙しいねん。そうよな、忙しいからよいしょ、ママやってまあそんな感じだ、はい、ね、しんどなかなか、うん、でももうあの里芋のとこなんかもう最終形やからな、あ、もうボロッボロやもんな、はい、もう軸までいってるもんな。そうなのよ、うん、まあ、これで葉っぱさえなくなったらもう寒くて枯れてしまえばちょっと落ち着くのよ、越冬体制入るのよ。あのなんかこんなあの薬のカプセルみたいな茶色いやつになってさなぎになって土の中入ったり、はい、まあその成虫のままでもそこそこ大きい成虫のままこう越冬したりするんで、
やっぱりあの冬の間にな、寒起こし言うてひっくり返してあの凍らして土を、ほんならその間にあいつらも凍って死ぬし、あ、まあ、石灰窒素とかさ、うん、そういう土壌消毒的なやつ、はい、ダイアジノンでもええんかな、その辺は効くかどうか知らんで、知らんけど、まあまあそんなん入れてひっくり返すことによって、まあ、この土の中で越冬しようとしてるその、まあ、ヨトウムシ、バッタ、うん、ウリハムシ、その辺が死ぬよね。大事よね。ナメクジも死ぬよね。そういうのをしないとまた大変ね。こうやって早化してしもたらな。まあな、うん、ほら出てくるもんいっぱいそんなことになっちゃあかんけどな。そうね。でまたな、これな、芽かきしてないからな俺もな。ああ、じゃがいもさん、うん、ちょっと芽かきしてやったらいいよな、うん、あんまり込み込みになってると余計また出てくる。ああ、そうかそうか。うん、それは込み込みの方が、やつらは、うん、身が隠せれるからな、うん、いいわけよ。なんかこれ、何の用紙やこれ。見たこともないやつ、ほんとに。まあ、コットンのこっちこっちでやった方がいいんやけど。つる返し的な葉っぱをな。うん、そう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 。まあ、虫多いな、でもな。多いよ。今年多いよ。こんなところで。なあ。去年も多かったけどな、うん、で今は言うてんのハスモンヨトウやろ、はい、で普通のヨトウムシに、うん、あとあの白一文字ヨトウっていうのが大阪府でも注意報出てたよ。あ、やっぱり、うん、今年も多いです、うん、去年うちがやられたやん。青ネギだいぶやられた。 その時の様子がこちらです。この中の空洞の部分がね、うんこで詰まってるやつとかあって、はいはいはい、あ、これこれ、そうそうそう、ほらほら、うんこで詰まってんのよ、ほら見てみこれ。 あ、ちょっと待って、今立てといて、あの影ですごくわかる、このこれな、うん、これうんこ詰まってんのよ、うん、ほんま糞詰まりやで、糞詰まり、ね、あ、おったわ。おった、主おった。しかもおったわ。犯人おった。おった、おったおった。まだ生きとるやんな。犯人おったらしい。え、でもこうやってね、かじられて先がもう、うん、うん、さっきから何匹かおるけど、うん、でもこの中おるでな。うん、ああ、ひどい話やね、ほんまさ。でその向こうはな、はい、最近植え付けたやつよ。こっちか、後ろに行く。見てみんやさ、これボロボロやで、あれへんでも。ああ、ああ、死んどるんかな、生きとるんやよな。死んではないよね、動きはめっちゃ悪いんやけどさ、うん、な、あんな感じで去年大量に、はい、な、湧いて、まあうちは青ネギ全滅しましたからね。そうだね、ほとんど取れんかったね、うん、うん、ここらほんまひどいな、うん、いけへんもんな、虫が。こんなん手で探しててもなっちゃあかんねんな。ほったった、ほった、うん、あ、おるおるわ。だからな、雑草マルチとかみんな言うやんか、はい、この時期はやめといた方がいいよ。うん、あのもみ殻でも隠れて中でおるからな。あ、雑草なんかやったらこんなん隠れがいっぱいあるやん。そうね、うん、これも雑草マルチみたいなもんやんか、はい、実な、上に乗っかってさ。そうやな、うん、そうやな、草生えてないもんな。そうやろ、そういう意味では。うん、マルチングしてるようなもんや。うん、探してんだ。 あっちも長いもな。結局これの両サイドに植えたから、うん、まああれやな、コンパニオンプランツ的にはジャガイモとサツマイモは一緒に植えたらあかんってことやな。そういうことやな。ヨトムシにやらない。そういうことや、虫的にな。そうや、これもいい実証例ですな。おう、なんかガーみたいなのも飛んどるわ。うん、で、ちょっとそっち戻ろうか。はい、よいしょ。あ、根元。もう、そんだけの幅、足開け。おっさんやから。だから、こうなしげってくるとな、はい、やっぱり虫がな、まあな、うん、湧くよな、うん、この、こういうのもな、そうやな、わ、収穫終わってるから片付けなあかんねんけど。終わったやつな、うん、なかなか忙しくてね、はい、ほら、おったよ。おる。夜になったらこっちへ帰っていってんかもしれんしな。そうだよな。だって、うんこはで結構でかいもん。うん。でも、このでっかいやつおれへんもん。ね、大きいのはいないんだよね。うん、ちっちゃいのだけやね、残ってるの。うん。でもいっぱい出てくる、ちっちゃいのな。もう、前は朝、毎朝俺ここで潰してたもんな。そうだね。朝取り来なくなったからな、俺は。はい、なかなかね、ヨトウムシも初期でね、はい、やっつけれれば、まあ、農薬も効かんことはないんやけど、うん、もうある程度大きくなってきてな、
さあこれからいろんなもんが起きなるよという頃にはもう効かへんからな、ね、農薬も、うん、パワーアップするからな、やつもな、そうそう、逆にね、うん、こういう風に湧いてくると本来ならつかないこういうさ、うん、あの唐辛子系、はい、こういうのはカプサイシンとかがあるから、うん、あんまり虫つかないんやけど来るでな、穴開いてる、なぜやろ、うん、ほんで向こうのオクラも来るよな、はい、オクラは今年あのカメムシが多いからさ、うん、カメムシのせいでくにゅって曲がったのが多いな、曲がりが多い、うん、うん、まあな、その辺もな、農薬でファッとやったらほんまええんやろうけど、うん、もうそんなもんぐらい弱さやんか、そう、もうええわ思ってさ、あと1ヶ月、うん、1ヶ月もないぐらいか、そうやな、10月いっぱいやからな、うん、いや、多いわ、じゃあもう俺やな、気許したら全部なくなってまうな、そうね、うん、さつまいもをな、さっさと撤去できたらいいんだけどな、そう、それはな、うん、これ、こいつはな、まだ、うん、おるからな、何の動画や、ほんま夢中にならないでね、はい、いや、いっぱいおるからさ、やっつけたくなるやん、うん、腹立つやん、やっぱりな、うん、まあ、そんな感じだ、はい、もう、ここはあれ、そこで突っ込んだら見ないぞ、ここはあれやな、あの虫のなんか品評会ぐらい、そういっぱい、ね、いろんなんがおるやろ、もうだってさつまいもがレースになってるんやもん、まあこんなこともないよね、ないない、ね、あんまりないよ、うん、これはさつまいも特有のあれやな、なんとかってやったやな、芋木バカ、芋木バカじゃない、まあ、まあ、あの芋虫がつくね、うん、それだけやったらええねんけどな、うん、もうさつまいもはこの間もやったけど、ハスモン与党にこれ、サツモンのとおるやん、なあと、あの、あれがおるからな、四つもんカメノコハムシとかな、はい、そうやな、あ、これおるやん、四つもんカメノコハムシ、家におったからね、家におった、なんでや、連れてきたやろ、俺か、でもな、四つもんくん家にもおりましたよ、いろんなところにいろんな虫がおるよ、はい、ということで、皆さんも、はい、虫に注意してください、まあね、虫なんか虫せいっていう親父ギャグが通用する世界やったんやけど、まあ、とても無視できませんのでね、ちょっとぐらいやったらもう手で取るのが一番手っ取り早いけど、はい、取りきれへんからな、で、あの防虫ネットって言うけどな、やっぱり隙間空くしな、そう、で、あの真空虫なんか2ミリ四方とかでないとあかんらしいね、結構もう細かいぐらいでないと入ってくるとよ、うん、まあだからなかなか難しいなったってことやな、はい、ほんでこういうのが嫌やから言うて後ろへちょっとずらしたら、うん、10月末とか11月ぐらいに種まいたら、昔はな、昔ってちょっと前は、うん、無農薬で育てられたんやけど、最近は温暖化暖冬でな、はい、すぐにもう2月ぐらいに遠立ちしたりするんで、はい、弱った話ですな、ですな、まあ、それでも私たちは負けませんよ、はい、なんせこういうトラブルが起こるとな、 YouTube のネタになるのねですな、はい、工場が良かった、そうよ、まあ、ということで、あのヨトウムシはここで発生しなくてもこっちで発生源を作ってしまったら歩いてくると、はい、いうことですな、はいはい、でそろそろあの最終進化系が現れているので、うん、本気でボロボロにされる季節に入ってまいりました、はい、10月はヨトウムシかなり強烈です、はい、なので、まあ、もう捕まえるしかないな、しかないよね、もうでね、夜ね、はい、懐中電灯を持って、うん、いっぱいおるから、うん、ほんまに、もうこんな瓶山ほどになる、あいらんわ、取り切れませんな、はい、はい、ということで、ヨトウムシいっぱいおるよって言うだけの動画で、はい、じゃあ対策はってもうつまんで取って潰してくれ、そうそうそう、まあ、あと発生源を作らないと、はい、いうことですな、はいはい、じゃあ今日はそんな感じです、よい、はい、はい、おしまいです、それでは皆さん、さようなら。